テッド・タナベ、1962年11月5日から2009年6月15日は、日本のレフェリー、リングアナウンサー。愛知県名古屋市出身、旧表記は、テッド・タナベ。国際プロレスにフロントスタッフとして、入社の後、全日本プロレスを経て1987年に、ジャパン女子プロレスで、レフェリーとしてデビュー。その後、FMW を経て、 ジャパン女子でコーチを務めていたグラン・ハマダが1990年に旗揚げしたユニバーサルプロレスリングに参加。1992年からはザグレート・サスケが旗揚げした道のくプロレスに参加しメインレフェリーとして数々の試合を裁くほか登竜門など道の区プロレスと交流のあった団体へもしばしば出張した。2006年1月拠点を地元名古屋に移すため 道の区プロレスを退団。同年、大阪プロレスに入団。晩年は、地元名古屋で、学校給食の配達として働きながら土曜、休日に、大阪で試合を裁く日々が続いた。2009年6月14日、大阪プロレス、大阪南ムーブ、オンアリーナ大会のメインイベントを終えて、リングを降りた直後に倒れ、意識不明に陥りすぐに、病院へ搬送されるも、 6月15日の12時23分に急性心筋梗塞により急死した46歳没。前日にプロレスリングのア創設者だった三沢光春も亡くなっており、二人は同じ年齢でもあった。なお、本人はかねてから糖尿病を患っていたという話もあった。ありがとうございます。